ケツじゃないんかい。おこんばんは、乙村ゆにやです。妖術2期10話の感想を言いたいと思います。チャンネル登録1000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。前半褒めの後半不満を話そうと思います。軽井沢との相棒レンタル期間が終わってそっけない綾小路を見る軽井沢じとー、このじと目がいい。ここの軽井沢可愛いよね。ここで三宅が相変わらずしけた面だなーって毒吐いてんの好き。そして一切すまんと思ってない、すまん綾小路だな。 D クラスに乗り込んできた龍炎が遊ぼうというが誰も相手してくれない。仕方なくぼっち高円寺の後を追って取り囲む。ここの高円寺なんか可愛くない？鏡取り出して髪型をセットする高円寺だけど、次のカットで龍炎が鏡持ってんの面白すぎない？龍炎が黒幕お前だろうと言うと、言いがかりはよしてくれドラゴンボーイという、あの龍炎をドラゴンボーイ。ここで笑う坂柳、わかる。俺も高円寺のネーミングセンスマジ好きだから。暴力で脅すぞというドラゴン相手に高円寺が静かな声でやれるもんならやってみろ的な発言かっこいいよね。ここの緊迫感いいのよ。そして坂柳が龍炎をドラゴンボーイとからかう。もう一度言ったら殺すドラゴンボーイ、食い気味のドラゴンボーイ。ここ坂柳バカ煽ってて好きだわ。ぶっちーん。ここでブチ切れた龍炎が体の不自由な坂柳に本気の蹴りを食らわそうとする。蹴り方立花、いや青足22番の立花なのよ。蹴り方アクロバティックすぎない？それを橋本が間一髪で食い止める。よくやった橋本。坂柳に手出してたら俺龍炎相手でも喧嘩してボコボコにされてやるからな。そしてみんな見た、龍炎に蹴られそうになった坂柳のこのシーン、やばい。作画班絶対坂柳推しだろ。この余裕の表情かわいい。高円寺の強さというか強者感も出てていいシーンだったと思う。黒幕の正体が高円寺じゃないと確信した龍炎は、初恋と同じ気持ちにさせてくれるあの人は誰だろうとドラゴン恋する乙女状態。ここ伊吹の出番多くて助かる。アホ伊吹にちゃんとアホ毛あんの嬉しいんだよね。軽井沢は龍炎に呼び出されて工事中の建物の中に。白い息が出るほどの寒さでもミニスカの軽井沢と伊吹、マジで妖術の世界行きたいわ。いやらしい意味じゃないよ、純粋に太ももを見たいだけだから。そして手を縛られてグヘヘ状態の軽井沢。軽井沢絶対クッコロ似合うよね。ここの竹達さんの演技もめちゃくちゃいいのよ。そして龍炎さんの尋問に軽井沢は脳をフル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 回転。龍炎相手に一歩も引かない軽井沢を見て龍炎が尋問からいじめに変わる。ペットボトルの水を軽井沢にかけ震える軽井沢。原作よりしょぼいなぁと思ったら軽井沢に布をかける。布をかぶった軽井沢に水をかけて息ができない軽井沢。いや怖い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 。いじめじゃなくてガチで死ぬってか拷問じゃん。ここやばかったね。拷問されても口を割らない軽井沢に龍炎が徹底的に壊してやると言って終わった11話。いい部分とことん良かったね。さあここから不満や疑問点を語りたいと思います。最初に語るのはみんな思ったよね。屋上じゃなくてリトルガール、坂柳のリトルガール呼びどこ行ったんだ？誰か5年待ったリトルガールを探してるんです。誰か知りませんか？リトルガールと言われて本気で腹を立ててる坂柳を見たかった。続いては日和のシーン。日和が龍炎サイドどっぷりじゃないとわかる会話シーンがカットされてるけど、まあこれは尺の都合上仕方ないよね。そして屋上じゃなくて工事現場。屋上見たいよって思うのは妖術だけだよね。最後龍炎は屋上に向かったみたいだけど、最初から屋上でよくねっていうのが正直な感想。そしていじめのシーンがペットボトル、バケツじゃないんかいってなった。いやここね、ペットボトルの方が準備してる感あっていいかなって思ったんだけど、いいように解釈したんだけど、バケツ用意してたでいいじゃん。バケツの方がインパクトでかいしいじめ感あるからよくねって思ったんだけど、ペットボトルいい使い方してたね。布をかぶせてチロチロ水をかけんのエグすぎた。個人的にはバケツかけてからのペットボトルチロチロだったら最高に入ってやつだになってたね。もう吸血鬼化してたよ。あと残念だったのが龍炎のセリフ。少し頭の切れるやつはなんとかかんとかって部分、その前のセリフ、お前は学校に何台の監視カメラがあるか知らないんだろうな、この言葉ないとダメでしょ。この言葉で龍炎の魅力が100アップするんだから。あ
頭の切れるなんとかとかいらないのよ。このセリフだけで肩がつくのに、わかりやすいようにしちゃったの残念だったな。今回の11話、不満はあれど満足点も多いからよかった。来週楽しみだな。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録1000人目指してるのでチャンネル登録お願いします。動画が伸びる要因になるので高評価もお願いします。そして何よりチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、カラオケ行くな。